法純王ス朝七 -1751 年12月30日は、李氏朝鮮時代の王族女性。第21代国王、英祖の長男、高明聖子の日であり、第22代国王、聖祖の養母。本願は、豊か城長子。死亡は、規定建築公純王公。生前の称号は、謙貧であるため、謙貧長子とも言われている。 1716年に、東部高市共暴で、豊か上長子の長文命の娘として誕生した。1727年に、監宅により、生死品に選ばれた。同年に3歳下の生死理と婚礼を挙げた。しかし、翌年1728年に、生死が10歳で亡くなる。たったの1年間の夫婦生活であった。これにより13歳の若さで未亡人となった。 当然ながら、生死との間に子供はいなかった。1735年に、謙貧と称された。1751年に、病のため、小徳宮自然堂で死去。去年35歳。1752年に栄領に葬られた。なお夫である生死の側であった。栄蘇は、早くに夫を亡くしみ亡人になった不憫さもあってか、彼女のことを可愛がっていた。 そのため死に際しては深く悲しんだという。彼女の死後、夫の異母帝の小根生死の子である清祖が夫の養子に入ったことで養母になった。ちなみに、清祖が生まれたのは彼女の死後であるため、清祖とは会ったことがない。清祖が即位後、夫が新州と追御ことされたため、王妃として追御ことされた。また1908年に、皇后と、 追放された。ありがとうございます。